アメノクが救援に来ました。おいでください。ミニカで出かけます。この中に生き姫が入ってます。ああ、アメノクが修理して少し動かそうと思います。じゃんじゃじゃん。はい、ほら綺麗だ。ガソリンの匂いがする。いい香りします。エンジンを越してきた。だからこれエンジンがまずいっす。まずいって、かなりまずいっす。普通これって下が見えるこれってさ、止まらないだ。見えればまずくないこの辺もボコボコです。これが落ちてくるじゃないですか。フイジニジお願いします。お願いしますね。アメノクのところから来た雪姫です。お父さんが来ましたよ、雪姫。エンジンかけなくても人力で降りるとこなかわいいですね。雪姫のベルト交換するんで、まずこの燃料コック閉め、一回閉めるんですよ。燃料ここ閉めた状態でキャブレターに入ってる燃料がちょっと使っちゃいます。そう、うん、あれの時しか使っていなかったんで。ガムが蒸発してないですね。嘘、なんだ。ガソリン蒸発してないそうです。本当だ。やべえ。ガソリン蒸発するんだよ。すごいよな。何から何まですごい雪姫じゃ。上野くんは全部準備がいいから、それも想像して持ってきたそうです。SA34 自然に効かしてなくなってるのすごいよ。すごいよな。あったかかったんでしょうね、きっと。ものすごいガソリンの匂いしてたんで、うん、いいだ。雪姫の弱点、弱点として水分は巡り悪い。まあ、ダメね。何も幸運が入ってるのって組み立てる時どうやって組み立てたんだろう。おお、ここでベルト入ってたんで、でこのテンショナーがここにいれば、ピンって張らされるんで、あと動力伝わるんですよ。なんですけどこのちょっとテンショナーの位置が悪くて、ここではマシンにも急に曲がりすぎてだったんで、ベルトに深くかってすごく綺麗ですね。これがもう何か射殺するだけで押せばいいんですけど。ああ、なんだな、なるほどな。これはもう可愛い中国のクオリティで目つぶりじゃないですか。このこれ外すだけなんですよ、これ、これ何かっていうか、このここですので、除雪クラッチ、まずこのワイヤー外してあげて、で次にこの割りピン、うわ、錆びてます。割りピン、これが縫いだめです。割り金抜いてあげるとここにワッシャーがまず入ってるんで、ワッシャーが外側に一つ、内側にワッシャーとカラーが入ってるんです。くるくる回るように。そうしてあげれば、あともう本当バッテリーも外したいんですけど、バッテリー外すとちょっと不都合ありそうなんで、今回外さないままいきます。こうやってやるのが一番早いんですけど、こうやってやらなくても大丈夫。そのレンチが一番確実だよな。うん、本
か。メガネネジ。あれば。このメガネネジって欲しくないと思うんだけど。戻すと、まあでも簡単にほらパカッと取れる。平らなところであれば早いんですよ。紙を持って。取れていない。あ、なるほどね。おお。これも簡単に取れる。ここほら天井のようになってて、これ下の方がほら、ま、周り止めになってるんですよ。なんでこの周り止めのここ。これをおいっと押してあげて外してあげないと外れないんですよ。ほほほ。あとも回してあげたり引っ張ってあげたりサブディグしか、ほらここがもほら切り切りやったやつ。このはめるところちょっと注意して、あ、なるべくこじないように上手に引っ張ります。あとこれはめてあげたり、で最後にこれガチャンってはめられる。これはまとまりしてますね。絶対やめてもこのブーツ結構やばいんだか。硬いです。硬い、最悪。前玉がないじゃないですか。シフトチェンジできないんですよ。ああ、やっぱしな。一回こう脅してこう打ってあげていければ。わかる。でこの間朝の時にパンツリムって言ったら、ダメでした。さあ修理ほぼ完了です。カラーつけて。よくさバイクをバラしてさ。と組み立てればさ、こうナットが一個余ってるとかさ、そうだね、どこだこれ。しかも長野ところだ。まさか帰ってきたぞ。あとエンジンかかればケース。ネジをコン、超コン。やったー。